バニーガールバニーガールとは、うさぎをモチーフにしたうさ耳型ヘアバンドをつけ、うさしっぽ付きの肩出し彫りスーツやレオタードなど、体の線が出る衣装を着た女性。主に飲食店の接客係やカジノの女性ディーラー、記述ほか、バラエティ番組などの各種ショーのアシスタントが着用する、場合が多い。なお、バニースーツを着用せず、頭にうさ耳のヘアバンドとうさぎしっぽを着用した。 衣装姿の女性や種族そのものが嘘耳を持つヒューマノイドの女性もバニーガールと呼称される場合もあるが、本校ではバニースーツを着用していない限り、これらは取り扱わない。英語圏ではバニーはウサギを示す、用事語であり、日常会話でウサギを指す場合はラビットを用いる。プレイボーイバニー、うぜん越しにロゼッタをつけている。バニーガールはアメリカの成人雑誌、 プレイボーイとの連動企画で運営された高級クラブ、プレイボーイクラブのウェイトレス衣装として考案された。正式には、プレイボーイバニーという名で、商標登録されている、プレイボーイのシンボルマークである、ラビットヘッドを題材にしている。1960年2月29日の夕方、シカゴのプレイボーイクラブで、初公表された。ウサギをモチーフにした理由は、ウサギが1年を通して、 発情期というイメージの生物であることからの連想で、自分はいつでも男性を受け入れる準備ができているという暗優から、その当時のバニーガールの衣装には、実際のウサギの毛皮を使用したものもあった。1996年に放送されたテレビ東京、知って、どうするのにおいて、バニーガールは、オスウサギをイメージしたと解説されたが、これはプレイボーイのマスコットが、 オスウサギのためである。アラマタヒロシち世界大博物図鑑によれば、カフスとタ体が男性の公的な場での衣装を、ウサギの格好とレオータードが女性のプライベートな場での衣装を指すという。なお、アラマタのエロトポリスによれば、プレイボーイクラブのウサギは、断根を切るためのハサミの象徴という、プレイボーイクラブのバニーガールたちは、女性という性を男性たちの楽しみのために、 商品化しているとの非難がフェミニストたちの間から起こり、クロリア・スタイネムが自らバニーガールの募集に応じて、潜入、ウェイトレス業に、性病検査はありえないという、商業倫理を経営者に納得させるまでの楽屋裏の一部始終を、プレイボーイクラブ潜入機として執筆。アメリカだけでなく、世界中でセンセーショナルな話題を呼び、その後スタイネムの変名である、マリー・オックスが、 プレイボーイに貢献したバニーたちの一人に数えられている胸を知り、ヒューヘフナーとの間で長く裁判で争われた。バニーガールが着用する衣装類。左上からウサギの耳をかたどったヘアバンド、蝶ネクタイ、カフス、右はバニースーツでウサギの尻尾をかたどった飾りを取り付けている。プレイボーイクラブバーの風景バニーガールの衣装はバニースーツ、バニーブク、バニーコート、 バニーコスチュームなどと呼ばれ、塩味服やタキシードに、ウサギの衣装を取り入れたものがデザインの起源だと言われている。なお、バニーガール衣装の上から羽織る塩味服を指して、バニーコートと呼ぶこともある。衣装の組み合わせは、ビスチェのような肩出しのボディスーツ、丸い尻尾の飾り、ウサギの耳をかたどった、ヘアバンド、蝶ネクタイ付きの付け襟、カフス、 ストッキング、または網タイツ、ハイヒールというのが標準的であり、バニースーツの上に塩味服かタキシード風の上着を羽織ることもある。日本では衣装本体、蝶ネクタイ、ヘアバンド、ハイヒールは同じ色にコーディネートすることが多いが、外国では蝶ネクタイだけはフォーマルな黒のみが長らく定番だった。衣装の本体部分は形状こそ、 スポーツ用のレオタードに似ているが、大きな違いとしては上半身はコルセットに似た機能があり、ワイヤーやボーンで体や胸をサポートして体型をよく見せる働きがある。加えて8枚から12枚萩の布地を合わせて作る。バニースーツは製作難易度が高く、このため価格はレオタードに比べ高価なものとなっている。背にはファスナーがあり。 他に両腰部分に本来は編み上げのアジャスターとして機能する飾り紐、リーボン等が付属する。バニースーツはワイヤーボーンのサポート効果のおかげで体に密着するため肩紐は付けないのが基本だが本格的なバニースーツ以外の安価なコスプレ用は単なるレオタードを流用している場合がありサポート効果が得られぬために目立ちにくい透明な肩紐を用いて釣っている場合が多い。 尻尾の飾りも本格的なものはスナップボタンによる脱着式だが、これもコスプレ用は単にピン留めされているか、直接縫い付けられているケースがほとんどである。また、コスプレ用では飾り紐は大抵省略される。本家プレイボーイバニーからの伝統で腰前にピン留めされる花輪型の名札が飲食店やカジノで用いられることもある。衣装の素材としてはポリエステル、ナイロン、 サテンといった肌に密着しやすい素材が多いが、中には合成比較や PVC を使う場合もある。下着はバニースーツからはみ出さぬように、ショーツはタイトなティーバッグやそもそも股間のみを覆う形状のシーストリング。ブラは紐なしのヌーブラ等を用いることが多い。ブラの代わりに胸カップが備え付けられている場合もある。またバニースーツはウサギだけではなく、 猫を模したキャットがあるタイプも制作されている。接客業ではオーダーを取るためのボールペンや顧客サービス用のライターを所持している。ポシステムのハンディターミナルを所持している場合もある。ペンはカフスに挟んだり、飾り紐に引っ掛けて下げる方法もあるが、中にはペンやライターを胸元の谷間に刺してセクシーさを強調するスタイルもある。1966年に バニーガールの接客を取り入れたナイトクラブ、ゴールデンガッツ世界が赤坂に開店した。アメリカのプレイボーイクラブが日本に進出したのは1976年だが、それよりも10年以上前の1960年代には、前夜、エスカイアクラブなどのバニーガールがホステスあるいはウェイトレスを務める飲食店が日本に初登場している。プレイボーイクラブは後に日本から撤退したが、 前夜エスカイアクラブは今でも存続している。その後、ロフト101が石川県金沢市に第1号店を開店させ、現在ではエスカイアクラブに次ぐ12店舗にまで成長している。1980年代には合法、違法を問わず、カジノが全国の繁華街に林立し始める、2000年代に入ると、風営法の適用を受けずに深夜営業できるガールズバーの携帯の店が普及し始める。 ガールズバーの元祖が大阪でバニーガールの衣装を着た店であったことからその後に開店するガールズバーでも制服にバニーガールの衣装を採用する店が多くなったかつてはバニーガールがテレビのバラエティ番組のアシスタントを務めることが多く見られた深夜番組午後11時には当時の PTA から青少年に悪い影響を与えるとクレームがついたと言われている 他に、金ちゃんの仮装対象で、合格者の首にメダルをかけるアシスタントの女性が、バニーガールの衣装を着用していた。番組自体は現在でも継続しているが、アシスタントの女性が着る衣装は、1999年頃から着ぐるみのような衣装に変わってしまった。これも、PTA などからテレビ局へ、クレームがあったと言われている。他にも、クリームシチューのタリラ・ディランの藤原ヨシテレツク。 の松永瑠璃など、グラビアアイドルをバニーガールに起用する場合ある。アリガサツキが、フジテレビジョンのアナウンサーとしてデビューした時の最初の仕事がバニーガールだったと言われている。アメリカでバニーガールが出演するドラマ、ザ・プレイボーイクラブが2011年に放送打ち切りになったことがあるが、2000年代に入ると、日本でも深夜番組以外でバニーガールを目にする機会が少なくなった。 職業的なバニーガールが登場することの多いアダルト作品以外では刃の家具屋や,や無敵看板娘のヘルズバニーと悪の女幹部がまとうコスチュームやゲームソフトそんな中状態としてバニースーツに身を包んだ殺し屋が活躍するライトノベルボーパルバニーは異色作であるといえる小説編集周囲の人間に認識されなくなった女優の桜島舞が 図書館などでバニーガールになる。2018年にアニメ化もされた。賢者に転職したい遊び人少女の職業服が赤いバニースーツ。主人公は黒いバニースーツ姿の殺し屋。バニースーツは一種の走行強化服で散弾銃のスラック弾を受けても平気。アダルト小説、なりゆきでヒロイン全員がバニーガール姿で活動する。アニメ、漫画、編集赤いバニーガールが 獣王無人に活躍する。映像は後に、オタクのビデオに一部流用されている。中島初美のアダルト漫画、演劇部のリハーサルで、主人公の和美が、幼馴染の少女と一緒にバニースーツを着る羽目になる。救助川なるおのアダルト漫画、続編、モこに、おまかせを含み、主人公の勤務先、月夜のうさぎの制服が、バニースーツ、新田ま子の漫画、黒いバニースーツが、バイ アリシアの基本衣装、本編ではないが、姉妹き場に、バーバラと、バサン、シンシアもバニースーツを着ているイラストがある。カグヤの基本コス、ブーツとマント、肩アーマーを装備、稲葉くん登場回などに、ラム、忍が、しばしば着用。主人公が赤いバニースーツ姿に変身。大半ーオープニングアニメのオマージュ。主人公の芋虫を襲う、カブトムシとヒガ。 赤と黒のバニースーツをそれぞれ着用。単行本第5巻と第9巻の表紙にも登場。カレンが潜入工作時に着用。カラーリングはピンク。バニー姿でメカオも操縦する。うオなテレピンの漫画。うん、やっぱりバニーしか。の回に登場。主人公の上村綾瀬は、表紙。私は、なぜこんなにノリノリなのだろうと単行本2巻表紙の自分を見て苦悩する。 学園祭や自主制作映画で、春日、ミクルが着用。カラーリングは春日が黒、ミクルは赤。初期に着替えを失ったブルマが、黒いバニースーツを仕方なく着用。地球調査用の服装として、うさ耳を持つ、月星人の月見が、青いバニースーツを着て、旅に出ている。ライバルキャラ、満月は、赤いバニースーツ。仇役たちも黒いバニースーツを着用する場面がある。 一年もの BL 漫画、少女と間違えられ、成り行きでバニーガールとして働く少年のお話、中村哲也の短編集、バニーガールが多数登場、アダルト漫画、作者のザ・マノジャキューは、他にもバニーガールを描いた作品が多い、ハルハラ・ハル氏が第5話で赤いバニーガールとなって駆け回る。こちらも、第ンフォ4オープニングアニメのオマージュ、ヘルズ・バニーの基本コス。 ただし、頭部は、うさみみつき帽子、下半身はスカート。女性が、バニースーツ姿になって、ヤガミの妄想内に登場するシーンがしばしば流れる。ラブホイコーよ香りの赤バニーゲーム。編集シューティングゲーム。主人公の乱羊は、ピンクのバニーガールに変身する。バニースーツは、秋津島を守る聖なる服との設定。バニースーツは、魔法のパーツアーマーであり。 うさみみやカフスにすら防御力が設定されている。それを得ると、バニースーツが最強の防具となる。コンピュータ RPG。書質は、ドラゴンクエスト3そして伝説へ、で、プレイヤーキャラが選べる職業のうち、遊び人の女性のグラフィックが、バニーガールをモチーフにしたものだった。続く、ドラゴンクエスト4導かれし者たちで、バニーガールが NPC のモブキャラにも使用されるようになり、 また、第2章の武術大会では、ビビアンというバニーガール姿の魔法使いが敵として登場し、これ専用の戦闘グラフィックが描かれている。ドラゴンクエストクシーすサリシしトキを求めてでは、主要人物のマルティナがバニースーツを着るグラフィックがあり、モーブのバニーガールたちも登場する。フィギュア、編集他に創作物としては、アニメ、 漫画などのキャラクターを立体化したフィギュアやガレージキットもある。特に2000年代に入ってから劇中で一度もバニーガールになったことがないキャラクターをあえてバニースーツ姿で立体化する作品が増えている。商業化された商品ではグッドスマイルカンパニーの B スタイル等が有名である。コスプレ、編集、コスプレとは本来アニメや漫画、 ゲーム等の二次元の世界に登場するキャラクターに扮する活動を指したが、同人誌即売会のコミックマーケットに併設されるコスプレ広場などのコスプレイベントが盛況になるにつれ、他の衣装の着用を趣味とする人たちもそこに便乗して参加するようになった。例えばウェイトレスやナース、キャビンアテンダント、警察官、軍服などの衣装は、本来その職業に就かなければ着用できないものである。 1980年頃から、それらの職業についていない人が、それらの職業に憧れたり、衣装そのものに魅力を感じて、趣味として、それらの衣装を着用する人が出始めた。バニーガールの衣装も本来は、職業用のユニフォームであるので、その範疇に含まれる。2006年より放送された、アニメ、鈴宮春日の憂鬱において、主人公、鈴宮春日らが、 バニーガールに扮したことで、コスプレイヤーを中心にバニーガールのコスプレが人気を得た。ありがとうございます。